こんにちは。こんにちは。泉首スタジオ体感クラス、今日の生徒さんはゆみちゃんです。こんにちは。さて、今日はゆみちゃんはお体どこがお悩みですか？肩がちょっと前に進んでます。お仕事は何してますか？事務員です。事務とかパソコンの方は肩が前にすくんで、首が痛かったり、なんか背中が丸い感じがする方多いと思うので、ゆみちゃんと一緒にやってみてください。ではまず右手だけぐるぐる回してみてください。そうです。で、左手もぐるぐる回して、後ろにぐるぐる回して、その今の雰囲気を覚えておいてください。どっちが辛いですか？左の方が辛い。オッケーオッケーオッケー。じゃあそっちからやりましょうか。まず皆さんも自分の雰囲気を覚えたらば、肘を90度に曲げて手を挙げます。はい。たら親指と小指くっつけます。たらその手首を持ちます。はい。すごく力抜いてください。そう。お顔をずっと前向けたまんま、手を後ろに少しも引っ張ります。そうです。顔こっち向けて。そう。行くとこでいいよ。戻ります。そう。肩持ち上げない。もう一回後ろに引いて、そう。軽く軽く。で、戻すだけ。そうです。じゃあやってみましょうね。肩の力抜いて、お顔は前向けてください。せーの、いーち。早く行きますよ。二、三、お顔は前ですよ。四、五、もう少し早く行きましょう。力入っちゃうから。せーの。六、七、八、九。自分でやってみてください。自分のタイミングで軽くどん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 やっていいですよ。そうすると、見ててもわかるように、顎の下に肩が来るぐらいまで、上半身がだんだんツイストできるようになっていると思います。おしまいにしましょう。では、やりづらかった方の手回してみてください。軽くない。本当？あ、よかったよかった。見てても、体もぐるんと回るようになりました。うん。ちょっとなんか背中が丸いな、肩がキュッと前に来てるなと思った時に、ぜひ、骨ストレッチ。体の首が楽になる、腕の回し方が楽になる運動をやってみてください。泉首スタジオ、今日はゆみちゃんでした。さよなら。